この番組はメディアファクトリーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。先輩、いつまでも待っています。いつの日か思い出してくれるのを信じて。ワン、ツー、スリー、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 ワン、ツー、スリー。失敗を恐れて玉尾さんの動きに合わせようとするから、うまくいかないのよ。すみません。ごめんね、玉尾ちゃん。今度はちゃんとやるから。じゃあ、今のところから始めるわよ。はい！大丈夫かしら、渚さん。明日がエントリーの締め切りで、明後日が本戦ですからね。ウォーキングや他のことは上達したけど、ダンスだけは。シズマに任せるしかないわ。シズマなら何とかしてくれると思うから。でもほっとしましたわ。シズマ様、とても元気になられて。そうですね、いろいろありましたから。本当にそうならいいんだけど。え？何か無理してるみたいで。やあ、君か。そのスカーフ。これが何か？いえ。じゃあ練習があるから。遅くまで頑張るわね。うん。東義さんと加納さん喜んでたわ。シズマが元気になったって。そう。でも私には何かを必死に忘れようとしているようにしか見えないけど。相変わらずみゆきは心配性ね。私なら大丈夫よ。天音先輩。主よ、今いただくこの食事を感謝いたします。どうぞこれを祝福し、私たちの体と魂を養い、御心にかなう。シズマ様はいつものように凛として、私とは何もなかったかのようにごく自然に接してくれるけど、私のことは。なぎさちゃん。おかえり。ねえねえ、どうだった？シスターが特別に許可してくださいました。ホール使っていいそうです。よかった。今晩練習できなかったらどうしようかと思ってたんだよね。やっと間違えないで踊れるようになっただけだから。え、光さんが一号車に戻ってないんです。それに天音様も。わかったわ。シスターにお願いして門を開けてもらいましょう。私行ってきます。お願い。
先輩。会長、見つかった。そう、部屋にもお御堂にもいないわ。どこへ行ったのかしら。君は。ありがとう、見つけてくれたんだね。探してたんだ。練習中風に飛ばされて。私の大事なものだから。誰にもらったのか覚えてないけど、なぜかとてもかけがえのないものに思えて、ずっと大切にしてたんだ。天音先輩、健丈さん。ありがとう。エントリーの締め切りは明日だけど。ごめんなさい、今はエトワール戦のことは何も考えられないわ。でも、天音さんがエントリーできなければ、スピカはエトワール戦を降りるだけ。それを聞いて安心した。え？代わりのものを出しても何の意味もない。彼女でなければ、彼女こそが選ばれし者だから。私、夢を見ていたの。天音さんなら私の夢を何でも叶えてくれると思った。でもそれは私の夢を勝手に押し付けていただけだったの。なのに、天音さんがあんなことになったのに、私は何にもしてあげられない。こうして心配することしか。こうして帰りをじっと待つしか。そんなことしか。送るって、天音先輩は一号車には帰らないんですか？私は朝早く起きてスターブライトの世話をしないといけないし。だったら私も一緒にいます。今夜は帰れと言われても帰りません。天音先輩のそばに。でも、君はどうしてあそこに？私も探していたんです。ずっと天音先輩を。私にとっても大事なもの。でも、何も覚えていない。私、嬉しいんです。天音先輩が、そう思ってくれることが。心の奥のどこかで天音先輩と私がつながっていることが。だから、私まで泣きたくなってくるから。だから、
ゆりの城のごとく聞いたことがあるような気がする。この歌声と同じような天使の歌。天使。